んたが生まれたせいで私はこんな惨めな生活をしなきゃならなくなったのよ。悪魔の子。相変わらず健康そうで何よりだ。何年も顔を見せなかったくせに今さら父親面をするな。何の用だ。実はお前の腹違いの兄は先天性の腎不全を患っていてね、腎臓の移植手術をしなければならないんだ。それがどうした。息子のために日本で最高の病院を選んだ。執刀医もその道の権威を用意した。あと必要なのは腎臓のドナーだけなんだ。なんだと。てめえ。拒否するならこれ以上お前の母親に生活費は渡せないな。人命。